全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。セカンドステージ第16節、レッツ対シエロ。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦の序盤、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ロ、森島、フェイントをかけます。メンバー的にやや不足しているところはありますね。そこをどうやって埋めていくのが大事ですね。ロングパス、ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。佐々木、三浦、佐々木、そのままシュート、豪快に決めた。素晴らしいゴール。後半13分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。サンパイオ、積極的に前に出ていきます。積極的に前に出ていきます。さあチャンスになります。佐々木、これはいい位置にいました。中に入れた。奥田、思い切ってシュート、これが決まった。土田、ちょっと反応が遅れました。後半15分、レッツ2点を追う苦しい展開となっています。左に叩きます。内橋、パス、バイ、素晴らしいコンビネーション。土橋、積極的に前、シュート、インゴール。レッツ1点を返しますが、まだまだ差は大きい。ここで試合終了です。1対2、シエロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第17節、シエロ対フリューゲルス。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦の序盤、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。イハラパス、エバイール止める。イハラ速い攻めで一気に崩すか。決定力不足はこのクラブの大きな課題の一つですよ。誰かここに出てくる選手がいないと苦しいですね。ゴールライン近く、いった、ゴール、ゴール、ゴール。試合開始早々、シエロ1点を先制しています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。パス、伊原、磯貝、このボールを受けました。小倉、ここで攻撃のリズムを変えます。磯貝、うまくつないだ。積極的に前に出ていきます。伊原、ゴール。ゴールに強引に押し込みました。前半13分、シエロ早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。サンパイオ、パス、森島、フェイント、このパスが通った。サンパイオ、フェイントをかけます。ロングパス、三浦、ゴールライン近く、ヘディング、三浦、フェイントをかけます。強引に行くか。佐々木、ゴール。一方的なペースで試合を進めました。いやー、前半でここまでの差がつくとは思いませんでしたね。サッカーでこの点差があればかなり余裕を持って戦うことができますよ。あとは油断しなければ問題ないですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦始まったところ、シエロ大量リードを奪っています。イハラ、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。どうしても今の中盤ですと能力的にやや不利な展開が多くなりますよね。ボールをキープする時間が長くなりました。平川、カットしました。伊原、磯貝、飛び込んできた。ゴール、ゴール、ゴール。佐々木、ゴールに強引に押し込みました。ゴール前に両方の選手が集まってくる。ここからどう展開するのか。蹴りました。ゴール、ゴール、ゴール。目が覚めるようなゴールです。
試合終了の笛が鳴りました。5対0、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第18節、シエロ対ベルマーレ。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さあこの延長戦で試合にピリオドを打つことができるのでしょうか。前半に続いて後半も両クラブ攻めやあぐねていましたね。ここからは V ゴール方式の延長戦に入るわけですから、今度はかなり積極的な攻防が期待できると思いますよ。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。試合は延長戦へと突入します。もう間もなく延長前半15分が始まります。
笛が鳴って延長戦前半が終了します。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半の序盤、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。ベッチーニョ、これはかわされた。小倉、磯貝、豪快に決めた。 V ゴール、延長戦に決着。ついに決着がつきました。1対0、シエロ延長 V ゴールで勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第19節、マリノス対シエロ。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半12分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。倒された。イエローカードが出されました。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのは
どちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半開始早々シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。フェイントをかけます。山田止めることができない。ロングパス、佐々木、井原、井上、井原、ファインゴール。芸術的なゴールでした。後半25分、マリノス選手が上がっていきます。三浦、先ほどから試合に入っています。大村、ドリブル、ロングパス、井原、豪快なスライディング、後半25分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。磯貝、ここでフェイント、どんどん切り込んでいきます。井原、インゴール、一瞬の隙をついて決めました。試合終了の笛が鳴りました。0対2位、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。セカンドステージ第20節、グランパス対シエロ、月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半14分、グランパス、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。トーレス、きれいにボールがつながります。パスを出します。中西、フェイント、もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。前川、信じられないといった表情です。両クラブ最後の決め手を書きました。できれば前半で追いついておきたかったですね。そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。試合の流れを変えることができるのか。笛とともに後半戦45分が開始されました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1-0、グランパス、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第21節、シエロ対レイソル。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。試合開始早々、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。サンパイオ、バックパス、カレカ、抜く、サンパイオ、一気に攻め上がります。うまいフェイント、加藤、これはかわされる、ドリブル、ヘディング、サンパイオ、フェイントをかけます。強引に行くか、佐々木、ゴール。三浦、蹴る前にゴールを見つめます。蹴った、飛び込んできた、井上、ゴール、ゴール、ゴール。一方的なペースで試合を進めました。今日の攻撃陣の調子から見て、この2点差というのはどうでしょうか。前半で2点のリードは大きいですね。後半も変に守りに入らず、前半のペースで戦ってもらいたいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半26分、シエロ、サイドに広がります。前田、うまくつないだ、ロングパス、三浦、ドリブル、止められない、いった、エクセレント、ビューティフルゴール。後半37分、レイソル、ここは1点でも返しておきたい。オブダ、先ほどから試合に入っています。オーバー、ドリップ、バックパス、磯貝、この差、オーバー、速い攻めで一気に崩すか、一気に攻め上がります。ここで攻撃のリズムを変えます。サンパイオ、スライディングタックル、オーバー、加藤、走り込んでいる、インゴール、彼か、ゴールに強引に押し込みました。レイソル、現在2点差に詰め寄って、早くもう1点が欲しいところです。試合終了の笛が鳴りました。3対1、シエロ、見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。攻撃に関しては好調なようですが、守備にはまだ多少問題があるようですね。どんな試合でも失点をなくせば負けないわけですから、さらに守備に磨きをかけてほしいですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第22節エスパルス対シエロ、天気は雲が青空を隠しています。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半13分、エスパルス現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ジアスドリブル、よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。磯貝止める、サントス上げた、パンチング、前田スライディング、長谷川ショートパス、マッサーロ、ゴール、ゴール、ゴール。サントス、ここからどう展開するのか。伊藤、このボールを受けました。マッサーロ、伊藤、ゴールネットに突き刺さった。試合終了の笛が鳴りました。2対0、エスパルス見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。